私が来た。来ないで。というわけでデッキ紹介しましょうや。何がというわけなのかわからん。そもそも冒頭のやつ何？サタンさんが帰ってきたということで意気込みを聞いてた。お前めちゃくちゃ辛辣だったけど。まずはこいつから追加された忌まわしい神化よ。進化を切ってフォロワー取るだけでにドローできるドロスの鬼。武術の演奏や神社と合わせるとさらにドローできるよ。やったね。消費強すぎて使うのをためらう。こいつ一枚で手札が枯れないのはやばい。はい次、サタン様ですね。今環境はこいつとマナリアだらけらしいな。ただこのデッキはあまりサタンを出すことを意識していません。流行りに逆らっていくスタイル。基本は盤面取ってメンコするプレイングになりますね。ポセイドンのことメンコっていうのやめろ。じゃあ解説も済んだしランクマッチいきますか。あれ、まだ解説してないの言うぞ。彼らは愉快な仲間たちですね。適当すぎるだろ。どうも最近寒さに限界ってます。霊夢です。足の冷え性は地獄どうもマリサです。初戦はネメシスですね。ネメシスだと前回はリーシェナ、前々回は人形ネメシスが強かったが今回どうなんだろうな。ネメシスはローテ落ちが来てないので前と同じような気がしますね。手札はまずまずと。欲張って私有残したけどいらなかったかも。確かにタクセンかアイラ探しに行くべきだったかもしれない。オット製造術ということはアーティファクトですね。アーティファクトによる展開力と処理がすごいデッキだな。なお時間が足りなくて間に合わないのよ。やめたゲロ。2ターン目も製造術は結構事故ってますね。こっちはタクセンもアイラも来てないから人のこと言えんがな。ここは日球に取られたくないので従者で。日球入れてるやつなんているのかよ。まあ警戒するに越したことないので。ミリアムは共鳴状態ならアーティファクトを持ってくるカードだな。とりあえず演奏打ってドロー見ます。従者と演奏のコンボは相変わらず強いな。ニコス22でこの効果は強い。そういえばお相手を打つ資金だな。今回もガチャで追加されたやつだね。霊夢は当てることできたのか。何を言うな。あ、はい。ミリアムとハーメルンだな。ハーメルンで増やしたのはアナライズですね。だいぶ前の環境ではこのムーブはめちゃくちゃ強かったんだよな。今でも弱いわけではないけど環境に刺さってない気がしますね。ここはいつものドローからです。そろそろ作戦が欲しいところだな。注射すぎでしょ。完全にフォーカーしてるな。ここはみんな大好きヘビさんで、実質部別のヘビさん。処理できなくてこれに詰まされたことあったから怖い。舐めてると試合を決めかねんからな。で、ダメージを受けたことでもう一匹のヘビが出てくると。盤面で取られるからフィルレインでもよかったな。時すでに落とし。またハーメルンですか。順調にアナライズを増やされてるな。加速装置あったらえらいことになってた。うわうわうわ、増やされてた奴らが出てきたな。フィルレインになかったらヤバかったかもしれない。こういう場面にドラゴニュートのやつが欲しい。ただこのデッキにやつを入れる余裕はないんだよな。もちろん好みで入れてくれて構わないぜ。引いてきたのはポセイドン。中 PP になればポセダテの犯罪ムーブができるが、相変わらずアイラも作戦もいけないんだよな。しょうがないからフィルレインでお茶を濁す。早く引くために私有でもよかった感じあるけど。まあもう行っても仕方ないんで。関係ないがもう数日で年越しだな。今年はかもなく日かもなくみたいな年でしたね。いいことも悪いこと特になかったな。強いて言うなら交通事故にあったことぐらいか。で、うならってレベルじゃねえぞ。来年の目標はフロントマンみたいに受け身を取ることだな。まずぶつからないようにしろよ。てかこれヤバくないか。さっき死流を出さなかった弊害が来てしまっている。何回祈かないと吐息打つだけになるな。それはマジでヤバいのでお祈りするしかないですね。そういうところのプレイングを安定させたいな。プレミは運でカバーします。カバーできたか。すみません、囲碁精進いたします。よろしい。だがここからどうするんだ。ポセイドンでも出しとくか。ポセイドン出したとしてもすり替わりとかでやられそうなので、ここは温存しておきます。たな加速装置。アーティファクト最強のアミュレットですね。おいおい、最強のアミュレットはこれだろ。おもちゃ枠としては最強ですね。アナライズをデッキに入れて準備完了って感じだな。次のターンからめちゃくちゃ展開されるので、ここで作戦つかないときついですね。私有のドローもあるからそれなり引けると思うが。引いたのはドラゴスネーク。それなら私有進化だな。ここで作戦攻めてガルミーユが引きたいです。日頃の行いが試されるところだな。今年の残りの運をここで使うんだ。嘘やろ。もう今年はダメだな。来年に期待するしかなくなったわ。次はポセイドンを蹴るが相手の動き次第だな。しかこの動きはありがたい。アナライズがあったら当たってくるから助かったな。ようやくこちらに運が回ってきたようですね。ほんとかすかな運だけどな。来年は宝くじ当たりそうな気がしてきた。どうせ300円だろ。300円をバカにしないでください。所持金25円の私にとっては大金ですよ。宝くじ解明じゃねえか。やっと来たな作戦。こんなに来ないことはそうそうないんですがね。まあ 10PP に出たから結果オーライ。ここで大量展開されても残しておいたポセダテがいるので大丈夫。全環境から続くインチキムーブ効果。相手は死ぬ。体力が低いフォロワーが来たらガルミーユ使います。
ダルウィンには一度ナーフされたが、それでも相当強いな。ナーフ前がおかしすぎたんや。ダメージ受けるたびに3点が顔に飛んでくるってどういうことや。しかも1ターンに1回の制限もなかったからな。完全にケルベロスが餌とかしてた。ダルウィンにだけで18点削られたのはいい思い出。ここは運付きコンボ行きます。ネメシスだからいいもののロイヤル使っててこれされたら発狂するわ。かつてやられたことを他の人にやるスタイル、争いがなくならない理由が分かった。これはもうほとんど勝ったかと思います。アナライズ突進させまくって全処理は普通にありそう。まあそれされたとしてもまた犯罪ムーブするんで、ここからポセレンダが始まるというのか。何個パワー見せてやんよ。切断不可避。ここからアナライズ連打されるので早送りします。この処理の仕方は時間との戦いだから私たちには無理だな。ネメシスは前に使ったことがありますが、共鳴状態すら管理できませんでした。さすがにひどすぎる。にしてもすごい処理ですね。かつて強かったジンジャー含めた全機関隊を処理できる力があるからな。そんなすごい処理を一瞬でも見せてあげますよ。完全に犯罪者なんですが、ポセだけ残してなかったらここで積んでましたね。結果的にはいい方向に転がったな。さあ次はこいつらを返せるかな。絶対ナーフされるだろこれ。伊達政宗が3コスになるか、ポセイドンが9コスになるかのどっちかでしょうね。伊達政宗はポセイドンとじゃなくても他のやつとでも悪さできるから優先されるのはそっちな気がする。結局は運営次第ですね。さあ強い盤面を作りましたが、また相手に同じ動きされたらこっちが泣くのでやめてほしい。相手の手札少ないし大丈夫じゃないか。何事も警戒するのは大事ですよ。突然バハムートが飛んでくるかもしれませんし、システムの壁を越えるな。また処理されまくってるな。さすがにきつくなってくるのでポセイドンは残ってほしい。エンシェントは数枚しかデッキにないから多分大丈夫だと思うが、虚数物体はリーダーへのダメージが4以上のものを3にするアミュレットですね。だがそんな動きに突き刺さるポセイドン、もうやめて。相手のメンタルはゼロよ。おまけも出しときますね。やっぱりドラゴンのパワーはすごいな。この試合ではポセイドンと伊達政宗の壊れ具合が改めてわかりましたね。最後の2枚は加速装置とデウスエクスマキナだったと。ならここで終わりですね。あれなんか出てない人いるけど、その人は後に活躍するからほっといて。サタンなんか悪いことしたか。病死ポセイドンで殴ってフィニッシュ。聞けよ。2戦目やっていくぜ。お相手もドラゴンのようですね。多分サタンドラゴンだろうな。それに対してこっちはサタンがおまけのデッキです。ミラーの対策もしっかりしてあるからな。さて初手は何とも言えない手札だな。お前らなんかデッキに帰ってしまえ。私が欲しいのはタクセンなんだ。仲間に対してなんてこと言うんだ。そんな君には私有君をあげよう。高校ならいらないんですけど。もし相手がサタンドラゴンならサタンを置かれる前にいい盤面を作っておきたいな。こっちがすっからかんの時に出されたらほぼ負けます。手先行2ターン目タクセンはずるじゃないですか。お相手運がいいな。こっちは悲しい手札ですね。日頃の行いを反省することだな。私結構日頃からいいことしてますよ。ほう、例えば道に飾ってあるお地蔵さんをきれいにしたりですね。子供たちを見送ったりしていますよ。それは確かにいいことだな。そこで食べる饅頭が美味しくてですね。ちょっと待て、その饅頭どこで手に入れた？どこってお地蔵さんのとこに置いてありましたよ。絶対それのせいでこうになってるだろ。綺麗にしてる私のために誰かがくれたものかと。これまでのいいこと全部チャラだな。まあそんな饅頭の話はさておき、饅頭メインの話じゃないだろ今の。気づいたらやりたい放題されてますね。なんとか PP を追いつかせて処理もしていきたいな。もったいないかもしれませんが演奏も売っちゃいます。ドラゴスネークのために残したい気持ちもあったが、盤面で負けてるからしょうがないな。一体どこで差がついてしまったん。お供え物ドロボン、お前と俺が逆だったかもしれねえ。うるせえ。なんて辛辣。ということで全処理はできませんでしたが、ある程度は返すことができました。作戦が引けたから次のターンで PP を抜かせるな。そこに突き刺さるアイラ、やはりそう簡単にはいかないな。作戦といくくらいしかやることがなくなった。ここで何も出してこないならそれでも良さそう。これならドラゴスネークの方が強そう。ガルミーユでも良さそうだったけど、一刻も早く 10PP にしたかった人生。進化剣残ってるからポセイドンされると相当きついな。そん時は諦めましょう。諦めるなよ。ワンチャンあるとしたらバハムートを引くことですね。入ってないだろ。さあ運命のターン。なんだと、こんなところでヘビ祭りが開催されてるな。だがそれなら助かった。エンハンス進化後のスタッツやばいな。だがこのエンハンスが邪魔な時が多いという。それは言ってやるな。スタッツは高いですけど吐息あるので問題ないですね。さっき打たなくてよかったな。死んでドローも狙っていきましょう。神社が来たらさらに手札が潤うな。2枚ドローはやっぱやばい。親ドラゴンがこちらを見つめているな。ガルアさんはほら進化いらないから。申し訳程度のフォロー。同じことをやり返されているんですが、まあこれなら許容範囲だな。
光式。白亜の認識だと、これはもしかしてサタンデッキではないのか。私みたいにおまけサタンデッキの可能性もありますね。ここはガルミーユで一掃しましょう。ガルミーユは残しておけないから処理を強要させて、相手にサタンを出させない作戦なんだぜ。サタン自体ももちろん強いんだけど、おっとし楽器ありありなんでそこをついていくといいですね。サタン使ってる人からすると早めに出したいから、盤面取られてても無理やり出すことあるからな。そこに突き刺さるアジダハーカなんですよね。サタン出して賭けに来たな。こっちにアジダハーカがないこと読みだな。そんな甘えは許さないので制裁しましょう。6コスアジはやばい。おまけに伊達の必殺で取っちゃいましょう。さっきに続いてまた胸大活躍だな。シーコス22の必殺でヤバいのにこんな効果ついてますからね。やはりアディショナルのドラゴンはヤバいな。これを返すのはさすがにきついでしょう。天悪って名前かっこいい。天悪は2コスでフォロワーカーミョレット1枚を消滅させて1枚ドローするカードだな。でタブ壊れサソリ6コス76必殺ドレイン失踪持ちのやりたい放題キャラだな。実質で打つ神を超えたサソリ。ここはアジで勝ちですね。あのサタンさんの出番がなかったのですが、あったじゃないですか。相手のそれ入れてる意味なくね。ご視聴ありがとうございました。いいのかこれで。